英作、バッドホップ、高一など誰もが知っているラッパーを輩出した日本有数のヒップホップ都市川崎から生まれたクルー OGF。 今回はその OGF についてまとめてみました。 OGF はスヌーズ、OGF キャンディ、 OGF ディーチとさらに他2人のラッパーで構成されていて、3人は地元も年齢も一緒だそうです。隣の中学や高校で一緒の彼らは家も5分10分くらいのところに住んでいる昔からの幼馴染。ちなみに OGF という名前はオンリーグリズリーファミリーの略で、由来はハードな曲やサウンドが好きで、クマだけどその獰猛な感じが自分らのハードなサウンド感と合っていて俺らっぽいし、グリズリーは他のクマと毛色が違うということでつけたそうです。出会った経緯。彼ら3人が出会った経緯は、キャンディーはスヌーズと中学からつるんでいて仲が良かったそうですが、ディーチはスヌーズと高校で一緒になったそうで、その時たまたまいたスヌーズに道を聞いたら、高校で普通にタバコを吸いながらあっちいと言われ、初対面でタバコの煙を吹きかけられたのが出会いだそうです。そんな彼らは2019年の初めに OGF として活動し始めたが、それまでは OG という名前で中学の頃に組んだ地元のチームで大人数で活動していたそうです。 OG の時はカラーギャングのようにみんなでバンダナをつけ、黒ずくめで街に出て、公園でラジカセやスピーカーでヒップホップを流して溜まっていたそうです。余談ですが、たまに目をつけられて誰にケツもらってるんだよと金を取られそうになったことも。今では暴走族だが、この頃の川崎はギャングが多くウェッサイな格好をしていたという彼らは、この頃についてウェッサイな音楽を聴いているわけではなかったが、バッドホップに影響を受けていたと語っていました。バッドホップが登場してから下の世代はみんなバッドホップが憧れになったとか。ちなみにスヌーズはバッドホップが中学の先輩で、彼には兄貴がいて、それがバッドホップの先輩だったこともあり、〇〇くんの弟なんでしょうみたいな感じで出会い、そこから仲良くなってライブのステージに上がらせてもらったり、今でもよく会っているそうです。その後チームであった OG が高校のどこかのタイミングで亡くなってしまい、そこから OGF へ心機一転して音楽活動を始めたそうです。 US のトレンドを意識したフローと川崎ならではのハードなスタイルで注目が集まりましたが、今現在 OGF は解散したという噂もあり、真相は未だに分かりません。影響を受けたラッパー、彼らが一番影響を受けたラッパーはやはりバッドホップ。すごく刺激をもらっていて、受けた影響で言ったら一番大きい。彼らがいなかったら 100% ラップはやっていなかったと語っていました。今後の予定について、2021年にレッドブルの螺旋に参加したディーチのインタビューでは、去年はやりたいことができなかったから、今年はこけたら死ぬくらいの勢いで曲を作ってリリースして、ライブもバンバンやって盛り上げていきたい。最終的な目標は海外進出、日本でもっと有名になって US でも通用するぐらいになって本場でも活動してみたいと語っていました。簡単にですが、以上が OGF の生い立ちについてでした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。